こんにちは、ミカです。今日はこちらの考察内パンを作っていきます。フジテレビノンストップ内のこの趣味泊まれというコーナーに先日出させていただきました。その時に作ったパンがこちらです。イーストを使わないでね、重曹とヨーグルトを使って発酵ではなく膨らませていくパンになります。アイルランドのパンでソーダブレッドと呼ばれているパン作りになります。手軽にできますのでね、一緒にこちらのパンを楽しみながら作っていきましょう。よろしくお願いします。はい、では作っていきます。まず強力粉、薄力粉、はい、重曹ですね。重曹もし固まってたらね、よくほぐしてあげてから入れましょう。お塩です。あとお砂糖ですね。こちらをホイッパーでよく混ぜていきましょう。しっかり混ぜてください。よく混ざりましたらヨーグルト入れていきます。で、これね、水分の部分と固形の部分がね、分離することがあるんですけれども、水切りしなくてもいいです。そのまま入れちゃいましょう。ただですね、割合ね、同じようにしましょう。水分だけ入れるとか固形だけ入れるっていう感じで入れないようにしていきましょう。はい、油です。そしたらこちらをよく混ぜていきます。外側から内側に混ぜてあげるとね、こぼれにくいので、その時ね、ボールも一緒に回してあげましょう。で、だんだん生地が重くなってきます。で、パン作りっていうのはグルテンが必要になってくるので、よくね、叩いたりしてこねていくんですけど、これね、あまりグルテンを作りたくありませんので、手早くいきましょう。で、お粉が残ってるけれども、もう水気がないわっていうとか、こう生地をね、広げてあげると水分があるところが出てきますので、そこにね、お粉をくっつけるような感じでしてあげるといいと思います。はい、底の方にお粉がね、結構溜まってますので、そこの方からね、しっかりと混ぜてあげてください。はい、粉気がなくなってきましたので、ここで3等分にしていきます。はい、まずね、だいたい3分の1ぐらい取っちゃいましょう。まずプチパンからいきます。はい、こちら半分にします。もうだいたいでいいですのでね。で、この上に打ち粉を軽くしてあげて丸めていくんですけれども、やりにくかったら、慣れてない人はね、アブちゃんと同じような感じで、こうね、おにぎりを作る感じでやってもらえばいいです。で、慣れてる人はこうテーブルに置いて、ちょっとね、お粉多めにしてあげて、外側の生地をね、こう内側に入れ込むような感じにしてあげると、表面がピーンと張ります。こんな感じですね。はい、もう一個も同じようにやっていきます。上に打ち粉をして、スケッパーでね、こう外側の生地を内側に入れ込むような感じで、片方の手で押さえながら、こうやってもらってもいいです。そしたらこちらの生地をオーブンシートの上に乗せていきましょう。はい、じゃあ次はくるみを作っていきます。残りの半分、はい、ちょっと生地を広げてくるみのせていっちゃいます。で、かぶせて切って重ねてっていう形でね、これ私今日テーブルでやってますけれども、テレビでやったみたいにね、棒の中でやってもらってもいいですのでね、切って重ねていきます。だいたい混ざったかなと思ったら、一度ね、カードの平らな方を使って指先きれいにしましょう。で、先ほどと同じように打ち粉をしてあげて、慣れない人は手に取ってもらってね、おにぎり作るみたい、固めるような感じでいいですよ。お水の代わりです、お粉がね。
ほら、しっかり丸まってきましたよね。それでもいいですし、さっきと同じように外側の生地をこう内側に入れ込むような感じでね、回しながらしてもらっても OK です。はい、じゃあこれ真ん中に置いておきます。はい、次はね、シナモンレーズンロールを作っていきます。生地出していきますね。生地出すときはこのカードの丸い方を使ってあげると出しやすいです。で、上に打ち粉たっぷりしちゃいましょう。で、だいたい四角にしてあげて、私はさっきね、四角に伸ばしますからねって言わなかったんですよね。はい、真ん中から外側に向かって横も同じようにやっていきましょう。行き切らないで、はい、そしたらこちらにレーズンを散らしていきます。奥1センチはね、乗せないようにしていきましょう。お好みでシナモンとグラニュー糖をパラパラとかけていきます。グラニュー糖ね、ちょっと多めの方が美味しいと思いますよ。カードの平らな方を使ってパタパタと折っていくような感じですね、生地を。で、最後は一つ手前の生地とこうつまんであげてください。つまみすぎちゃうと餃子みたいになっちゃうのでね、あまりね、こうやりすぎないように気をつけてもらって、はい、巻きがね、解けないようにしていきますね。で、一度閉じ目を下にしてもらった方がやりやすいと思います。で、4つに分割していきます。真ん中にガイドライン、その間に1個ずつ入れてあげて切ります。下まで行ったら立ててあげる。下まで行ったら立てる。はい、下まで行ったら引く、もしくは向こう側に押すみたいな感じでね。で、カットした断面を上にしていきましょう。で、少しね、平らにしていきます。少し高すぎるのでね、低くしていきましょう。はい、そしたらね、こちら上の方に打ち粉を軽くふるいましょう。打ち粉はね、強力粉使っています。はい、そしたらハサミで切り込みを入れていきます。十字に入れていきましょう。ハサミでね、くるみも切れちゃいますからね、思いっきりいっちゃってください。はい、これでオーブンに入れていきます。で、大きさが違うので、一度に入れてしまいますけれども、先にシナモンレーズンロールを取って、その次にプチパン取って、最後まで焼くのがこちらのくるみパンです。じゃあオーブンに入れてきます。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、じゃあね、これ1個いただいてみますね。パンというよりかはどちらかというとね、しだらさんもおっしゃってましたけれども、甘食に近いような感じのパンになっています。スカスカッとした感じとはちょっと違うんですよね。美味しいパンですので、ぜひね、皆さんも作ってみてください。ではまた。